今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は2,403人でした。先週の月曜日から738人減り、21日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の2,403人で、先週の月曜日から738人減りました。 直近7日間の感染者数の平均は4133人で前の週と比べて76.3%になっています。感染者を年代別に見ると20代が最も多く471人で次いで30代が459人65歳以上の高齢者は142人でした。重症者は昨日から人人増えて10人で、 重症者用の病床使用率は4.0%、全体の病床使用率は18.2%です。また、90代の男女3人の死亡が確認されました。